はい、一号ごうさです。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。えっ、ー、と、2022年10月15日に起こった、京都女子大生のタ、た、たりう、なんとか、の、で、えっ、ー、と、えー、浜野さんって方がね、えー、急性の呼吸器、 脅迫症候群というので、えーとえーまあ、命はあれなんですけれどもそれでその件で宮本容疑者が、えー、2023年の3月に大丸されていますで,で今回、えー、と2020年の7月に、えー、宮本容疑者の おばと見られる、61歳のおばと見られる人が、えー、入院して意識不明の状態なんですけれども、その件で、おばの、その、えっと、件にも、えー、宮本容疑者が、えー、関わったんではないかということで、えっと、再対丸されました。で、おばが入院してから、 3ヶ月後に不動産会社の社長に就任しています、うん。で、えっと、その、何年、そのおばが、おばが入院する前ですね、宮本容疑者の父が、あの、ちょっと不思議な状態で、うん、発見されて、孤独な状態での発見になっています。で、えー、今回、えっと、 最大丸されたのは、えー、と宮本容疑者のおばあさんにあたる人の、まだ毛髪とかを取ってあったということで、そこからも同じような、えー、こ今回、浜野さんと同じようなものが検出されたということで、えー、最大丸になりました。 ね、実際にはもう、ふだ、不動産会社のね、社長にね、3ヶ月後には不動産会社の社長にね、就任しています。で、そこでも、えっ、ー、と、お茶屋さんと称して、えー、まあ、その、えー、ね、えー、女性を、まいこさんとか芸者さんみたいな感じで、女性を、あの、派遣して、接待するようなお仕事を、あの、イベント業みたいな感じでしていました。 ねやっぱりこのことでね、やっぱり、えー、あの、私としてはですね、あの、この女子大生ですね、浜野さんが、うん単に、こう、なんていうかな、うん女性、あの、参加関係、妻いるんですよ、宮本容疑者っていうのは。妻がいて、それで、ええー、まあ、ね、そういう関係になった。 っていうふうなことで、例えば、邪魔になってとか、そういう感じだけではなくて、あもっと、うん、彼女自身も、えっと、業務の中にた携わっていたとか、あったりとかして、あの、内部の状態を、その、知ってしまったんではないか、と。うん。その、例えば、おばを丸したとか、 そういうふうなこととかも、知ってしまったんではないかと、いうふうな形も、取られます。実際ね、もう本当にこの、えっ、ー、と。父親の方は、まあ、原因がわからないということなので、あれなんですけども。まあ、今回、おば、まあ、まあ、おばの時も、ちょっとおかしいということで。ね、医師の方が、うん。 まあそういう証拠とかもねあのまあ動いてたんでそこから動いてたんではないかと思われますね。で実際にこう何のために、えー、とおばあをこうしたのかっていうところも含めて、えー、あとは浜野さんがなぜそうだったのかっていうところを含めてやっぱりこの不動産会社っていうのが、えー、かなり大きな、えー、まあ原因になってると思うんですよね。 でうん、とこの「タリマル」なんですけどもを,を入手するのは今はもう激ああの困難で薬局とかでは買えないからもともとこのお馬さんが、えー、と不動産会社をしていたから昔でいう殺素剤ネズミ駆除の殺素剤としての中にタリウムが入っているのでそれを取り出したっていう方法もあるにはあるんですけどもこの で2人とかの状態をマルするための量に値するのかなっていうところが不可解なので今であれば例えば研究所関係とかうーん病院関係とかそういうふうなところで、えーまあ、研究関係ですね研究関係での,その入手経路で もし正規な方法で入手したとしたら、その入手履歴っていうのが残ってしまうので、やはりこう闇ルートでの入手経路とかがあったりとかするのではないかなと思います。昔ね、1号詐欺がね。あの若かりし頃ね。ちょっとあのダンス系。系 <laughs> っていうか、今でいうクラブというようなところに。 時に、ちょっと怪しい変な人たちがいてやっぱりそういうところで薬とかねなんかをね、あのー、こう取引してるのを <laughs> 見たことがある, <laughs> あるで慌てて帰ってきたことがあって <laughs> あのー、怖いですよね。 その入手経路ですね。入手経路とかあとその、えー、会社の今回のこん今回のことでえっとやっぱり入手経路ですね入手経路とあと会社の業務内容ときちんと調べてみるとまたちょっと違った目線での買いものの見方とかが 変わってくる。あと父親の状況とかもあのどういう風うな状況だったのかっていうことももう一度洗ってみて、うんその時のこととかを、えー、ちょっと調べていただきたいなと思います。ねあのね、ー、こうなんかあった時っていうのは、うん。 見ず知らずっていう人よりかは、うん、家族間でっていうのが多いんですねやっぱりあのそういうそういう不可解な事件っていうのは。うん、で今後も、えー、ちょっと調査をしていただきまして、えー、まあおばさんのねまだどうかねもしねあの意識が戻ればいいかなと思うんですけれども。 そしたらね、その時の状況が、もし口が開けられたらいいなと思いますし、まあ、おばさんの方もね、できれば、あの、うん、あの、安全にね、あの、なんか、こう、誰でも面会ができないようにしていただけたらと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もお願いいたします。